トゥー沖縄、メンソーレ沖縄、ハイサイ、ハイサイグスーヨーチューガラビラ。今日の沖縄ユンタク放送は、ルーチュイユンタク。三線を弾きながら、火のぬくもり、音のぬくもり、沖縄のぬくもりを、お届けしたいなと、思います。そして、本当にこの1年ぐらい、60歳までに、還暦までに、いろんなことをしたいと、頭の中ではイメージできてるんですけども、なかなか、思うようにいかなかったんですけれども、でも思った通りにはことは進んでいると思います。やっと、ずっとこんなことをやりたい、あんなことも発信したい、こんなことも伝えたいということでですね、三線も広めたいということで、いろんな思いがありましたけれども、休んで、ちょっと少し休んで、離れて客観的に自分を観察してみると、自分のことが一番よくわからないということによく気がつきましてね、休んだ分だけ、土作りじゃないんだけど、遊ばしていたわけじゃなくて、土地を休ませてるんだという、そのなんか自然からいろんなことを感じるし、気づきますね。で、今これからどんどん紹介するしていきますけどね、本当に、やんばるの沖縄の幸、野菜も果物ももうすべて、空気も含めて、美味しいのがたくさんあるので、それを三線の BGM に乗せて、で人生の BGM にしてっていう、思いで、そんなことを感じるとまた三線を上手に今度は楽しいを広めるだけじゃなくて、なんか上手になんかうまく伝えられたらいいな、そのためにも三線もやっと上手になりたいな、うまくなりたいなと、思います。練習は正直なんで、練習しないと弾けなくなります本当にこの1年間あまり三線を弾く時間がちょっと取れなかったし、三線を発信する時間もあまりなかったんですけどね、これからいよいよ、今日はカジバーバー風が強いんですけどね、火のぬくもりも合わせて音のぬくもりも一緒に、今練習してるもう曲、私の応援歌、人生の応援ソングじゃないですけどね、はたらちゃーじゃないけど春沢の応援歌にちょっとしたいなと思う曲を、練習したいと思います。お届けさめら足みじぶしいやりすいナーティーチェーン、サビラ、よいや
ちあちあちあちいやいやいやあち火が重いあちあちいやー暑かった。ちょっとマークしまーす。気を取り直してもう一回。水槽さん。足みじの玉や。燃えてるけど人見えないから危ないな。